病気はなってしまってからではなく、ならないように予防することが大切です。これは誰もが頭の中では分かっていながらも、なかなか実行に移せない人が多いのが現実でしょう。しかし、それでもやるべきです。慣れないうちは少し努力が必要かもしれませんが、それがあなたの人生に何十倍、何百倍ものメリットとなって帰ってきます。皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルの武見でございます。今回は、海風診療所院長である沼田光雄先生の脳神経外科医が勧める1日1食で頭脳明晰を解説していきたいと思います。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。1限で病気の予防と改善に1日1食、2限で1日1食が脳に与える影響について、3限で1日1食をスタートするにはということを解説していきたいと思います。どれもとても面白い内容となっておりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速、1限の病気の予防と改善に1日1食から解説をスタートしていきましょうか。脳神経外科医である沼田先生は毎日休む間もなく働き続けておられました。脳出血や脳梗塞などで搬送されてきた一刻を争う患者さんや、脳に悪性腫瘍ができてしまった患者さんの救済治療に尽くす日々でした。一命を取り留めて元気になる患者さんもいれば、残念ながら後遺症が残ってしまったり、救えなかった患者さんもいました。そんな毎日を繰り返していくうちに、だんだんと西洋医学に限界を感じるようになっていたそうです。果たしてこのやり方は正しいのだろうかと、西洋医学に対する疑問が湧くとともに、脳外科医としてのモチベーションも下がってしまっていたという著者は、とあるきっかけで病気の根本治療を目指すべく、東洋医学の考え方も学び、取り入れることを始められたそうです。東洋医学の考えは、未病の段階で治療する。つまり病気になる前に予防するということです。それとは対照に、病気になってから治療をするというのが西洋医学の考え方になります。病気になってから病巣を叩いたり、壊れた部分を必死に元に戻そうとするよりも、それらを未然に防ぐように対策を取る方が確かに賢明に見えます。その方が安全ですし、病気の症状によって辛い思いや不安な思いをしなくても済みます。そもそも予防するということは、病気にならないために健康な状態を維持するということですから、体にとっていいことなんです。病気を予防するために必要なことは一体何でしょうか。それは当たり前のことなんですが、食事をはじめとする生活習慣の改善になります。著者はまず、食事の内容を改善するために、病気の原因となりうる農薬、添加物、化学物質をできる限り体に入れない食事法を模索しました。さて、皆さんならばどうしますか。例えば、農薬使用の表記がある果物は買わないとか、原材料が書かれているラベルを見て添加物が多そうだったらやめるとか、油が酸化していそうな唐揚げは買わないとか、そのような行動は素晴らしいと思います。しかし、残念ながら目の前の食品は体の毒になりうるのかならないのか、いちいち考えていては最終的に何も買えなくなってしまいますよね。結局何を食べればいいんだ、そんな風に感じてしまうでしょう。著者も同じ壁にぶち当たったそうです。最終的に著者を救った答えは、杏林予防医学研究所の所長である山田豊文先生の言葉の中にありました。毒を入れたくないなら、1日の食事を1食や2食抜けばよい。その分毒を取らなくて済むのだと。この毒とは、添加物などのことを指しております。毒を入れたくないなら食べなければよい。なんとシンプルな話でしょうか。現代社会では、どんなに意識をしていたとしても有害なものが体内に入るのを防ぐことは不可能であります。それならば、毒を取る回数自体を減らせば良いというわけなんです。私は初めてこれを聞いた時、なるほどなぁとうなずいてしまいました。体に良さそうな成分が入ったお茶を買って飲んでみたり、デトックス効果があると書かれているサプリを片っ端から試してみたりするといった行為は、正直優先事項ではないそうです。病気にならないために、まずあなたが最初に始める最も効果的な方法は、1日1食もしくは2食にすることです。もちろん、食事を1食に減らせば何を食べても良いというわけではなく、体にとって有害な物質が多く含まれ
ている製品をできる限り選ばないことが重要です。なぜ1日1食が良いのかということについては2限以降で詳しく触れていくこととして、ここでは現代の食生活に入り混じっている毒について少しお話ししていきたいと思います。特に次の3つは私たちの健康を脅かす毒であるということを頭に入れておきましょう。1、精製糖質。2、人工物。3、有害金属。さてこれらを順番に説明していきましょう。まずは1つ目の精製糖質から解説をしていきます。著者は健康法、ダイエット法として最近よく聞く極端な糖質制限には賛成しないとおっしゃっています。糖質は体に必要な栄養素であるためです。しかし現代人は糖質を過剰に摂取しております。しかも白米、パスタ、うどん、パン、白砂糖、トウモロコシから作られる果糖、ブドウ糖、液糖など生成された糖質があまりにも多い。多くの人がそれらを口にしないという日はないでしょう。この生成糖質は血糖値を急激に上昇させるためインスリンが大量に分泌され血糖値の乱高下を引き起こす原因となります。この現象は年齢に関係なく体に大きな害をもたらします。具体的に言うと血管を傷つけ動脈硬化や糖尿病など様々な病気の原因になる。そして脳細胞にも悪影響が及ぶ。そして大量に分泌されたインスリンが糖を脂質として蓄積させ肥満の原因になるなど様々な害悪が起こりかねないわけなんです。現代人はそもそも食べ過ぎなんですが、中でもこの精製糖質の摂りすぎがダイレクトに肥満につながっているケースがかなり多いと著者は指摘しております。それでは次、2つ目の毒、人工物について解説していきましょうか。さて現代人は日々多くの人工物を口にしているということを皆さんは意識していたでしょうか。その代表が農薬、添加物、化学物質の3つであります。著者はこれらの頭文字を取って脳添加と呼び、診察に訪れる患者さんには脳添加をできるだけ避けるように指導されているそうです。健康のためにと野菜や果物、玄米や雑穀米などを食べていても、それらが農薬を使って栽培されたものなら毒も一緒に食べていることになるんです。一般的なスーパーやコンビニなどの惣菜や弁当、調理パイや加工食品などには必ず添加物が使われております。また人工物を口に入れる機会は食事やお菓子を食べる時だけではありません。西洋薬は化学物質の最たるものであります。薬を飲むことイコールそれだけの量の化学物質を体に入れているということになります。著者のクリニックでは基本的に薬による治療をしない方針で、どうしても必要な場合にのみ使用期間を決めて薬を用いているそうです。たとえ症状を緩和するための薬であっても人工物は体にとって異物です。体は異物が入ってくるたびにそれを解毒して排出するためにせっせせっせと働かなくてはいけません。すると臓器に大きく負担がかかり、本来行わなければならない仕事まで手が回らなくなってしまうため、さまざまな弊害が生じて不調や病気の発症へとつながっていくわけなんです。それでは次、毒の3つ目、有害金属について解説していきたいと思います。さて有害金属と聞いてね、ピンときた人もいるかもしれませんね。日本人が多く摂取しているのは主に水銀でございます。妊婦さんはマグロを食べない方がいいというのをご存知の人も結構多いと思いますが、それは沿海魚などの大きな魚に水銀が多く含まれているからであります。しかし水銀を取ってしまう原因は食事以外にもあります。沿海魚と並んでワクチン、歯科治療で使われるアマルガムは水銀摂取の3大要因と言われています。有害金属は体にとって必要であるその他のミネラルの働きを阻害し、様々な弊害を引き起こします。病気を予防し健康を保つためにはこの3つの毒をはじめとする食生活の問題を今一度見直し、できる範囲で毒の少ない食品を口にするようにして、少しでも毒を口にする回数を減らすことが重要であると著者は述べているんです。ちなみに食を減らすことは病気の予防だけではなく病気の改善も見込めます。根本治療を目指すためには次の3つの取り組み、1、
炎症抑制、2、ガンジダ、悪玉菌の除去、3、デトックスが必要とされます。その詳しい理由は時間の都合上割愛しますが、1日1食にすることでそれらが全て同時に行えるそうです。これだけパーフェクトに健康効果を得られるのであれば、1日1食を実践しない理由がないのではないでしょうか。参考までに、著者は実際に1日1食の生活を始めた頃、次のような変化を体感したそうです。お腹が空いても集中力が落ちず、仕事が面白いくらいはかどる。昼食後に眠気に襲われることがなくなった。1ヶ月で4から5キロ痩せた。睡眠時間が短くても済むようになった。空腹の方が頭が冴える。前よりも体も脳も断然調子が良い。ちなみに私もね、数年前から1日1食から 1.5 食を基本としておりますが、著者と同じ効果を感じております。慢性的に優れなかった体調が改善し、仕事の作業効率が格段に上がり、常に頭が冴えている快感から、今もずっとその食事スタイルを変えていません。もちろんね、全ての人にとって1日1食が完璧な正解であるとは私は思っておりません。 100% の人に通用する健康法などないからです。ですから実際に試してみて、自分の場合は1日1食あるいは1日2食が体に合うのかどうかをぜひチェックしてみてほしいと思うんです。そして自分に合っているということが分かれば、自然と1日1食あるいは1日2食という習慣をあなたは続けたくなるでしょう。それではこの辺で一元の内容をまとめておきたいと思います。ポイント1、病気になってから治療をするのではなく、病気になる前に予防をしよう。ポイント2、病気を予防するためには食事をはじめとする生活習慣の改善が必要である。まずあなたが最初に始めるべき最も効果的な方法は1日1食もしくは2食にすること。ポイント3、1日1食にすべきなのは食べ物から精製糖質、人工物、有害金属などの毒を取る回数自体を減らすことができ、病気の予防や根本治療に向けて体のコンディションを整えることができるためである。それでは次2限で1日1食が脳に与える影響について解説していきたいと思います。さて、1日1食が具体的に私たちの体にどのような作用をもたらすのか、書籍や SNS、ニュース記事などで1日1食を提唱する人物が最近増えておりますが、1日1食を実行すると脳にどのような変化が起こるのかというテーマで、なかなか詳しく語られていることがないように思います。というわけで2限では1日1食が脳に与える影響としまして、脳神経外科医である著者の考察をご紹介していきたいと思います。さて、脳の中でも僕らの生命活動の根幹を支えている脳幹という臓器があります。脳幹は心臓の拍動、血液循環、呼吸、体温、ホルモン分泌、生殖といった生命活動に必要な全ての機能を司ることから生命脳とも呼ばれています。脳幹は僕らにとってめちゃめちゃ重要な臓器なんです。また全ての生物には体の内外の環境が変化しても体内環境を一定に保つように自動調節する機能が備わっています。その機能をホメオスタシスと言い、人間のホメオスタシスは自律神経系、免疫系、内分泌系、脊髄、筋肉系と大きく分けて4つの仕組みで成り立っています。その4つの中心で司令塔として指示を出しているのが脳幹なんです。脳幹が正常に機能することでホメオスタシスも正常に機能し、体内環境を維持するための調節がきちんと行われます。つまり脳幹が元気だと自然治癒力により体が健康な状態に保たれるというわけなんです。シンプルに脳幹が健康であるかどうかは私たちの体の健康に大きく影響するというわけなんです。さて、そんな生命に関わる重要な機能がそう簡単に不調になるのでしょうか。実はあなたの脳幹はすでに正常に機能していない可能性があると著者は指摘しているんです。残念ながら今脳幹の弱っている人が非常に増えているのだそうです。
それは時代のせいでもあります。脳幹が正常に働かなくなる大きな原因の一つは、物を考える働きを司っている大脳の黒子、つまり毎日考えなければならないことがあまりにも多いことなんです。コンピューターやスマートフォンなどの道具を駆使してたくさんの情報を受け入れ、複雑な人間関係や仕事をこなす私たちは、一昔前に比べて考えなきゃいけないことがめちゃめちゃ多いんです。脳幹を覆うような形で存在する大脳は、考え続けてばかりいると過剰に興奮した状態になってしまいます。そうなると脳幹の本来の働きが抑制されてしまうらしいんです。頭を使ってたくさん考えることは一見脳の成長にとって良いことのように思いますが、まさか生命活動に重要な役割を果たす脳幹の機能を鈍らせてしまうとは驚きですよね。脳幹が本来の動きを発揮できないということは、ホメオスタシスのバランスが保たれず自己治癒力を発動することができない、つまり健康を維持できなくなることを意味します。筋肉や胃腸、肝臓などに負担をかけてしまったら、筋肉痛、胃もたれ、二日酔いなどの症状から回復するまで休ませてあげるじゃないですか。僕たちはそれと同じようにね、日々酷使している大脳もたまには休ませることが必要であるというわけなんです。弱ってしまった脳幹を再び元気にさせるには、過剰な興奮状態にある大脳を沈静化させるとともに、脳幹を活性化させる必要があります。生命脳である脳幹に関しては、生命の危機に瀕した時その能力を大いに発揮するんですが、現代生活ではそのようなシチュエーションがほとんどなくなってしまいました。それも脳幹の機能が鈍っている一因であると言えるでしょう。だって今は別にライオンに追っかけられて殺されるとか、生命の危機を感じる状況なんてほとんどないですよね。ということはですよ皆様、再び脳幹を覚醒させるために、生命の危機に瀕するような状況をあえて作り出せば良いんです。別にライオンやトラにまた追いかけられなさいとか、森に入ってクマと対決しなさい、そんなことを言っているわけではない。方法は簡単、消食または断食をすればいいんです。特に本書で紹介されている1日1食であれば、大きな危険を伴うことなく誰でもすぐに実行することができるでしょう。しばらくの間食べ物が入ってこないという状況を意図的に作ることで、脳幹がこのままでは飢餓状態になり生命が危ぶまれるかもしれないと感じ、機能が活性化するはずです。では1日1食の生活を始めた後、実際に脳幹が活性化しているかどうかはどのようなポイントで判断すればよいのでしょうか。2限の冒頭で脳幹は自律神経の司令塔であるというお話をしましたね。ということはですよ、自律神経全体の活性度が低下している時は脳幹の機能も低下している。逆に言うなら、自律神経全体の活性度が高まっている時は脳幹も活性化していると言えます。とある検査により、ファスティングをしている時は特に睡眠時に自律神経の活性度が高まるということが分かっています。ですからファスティング中に、ファスティングを始める前よりもぐっすりと眠れるようになったと感じたのならば、脳幹が活性化していると判断できます。眠っている間の自律神経がどのような状態になっているのかというと、過剰に興奮すると病気の元になると言われる交感神経が低下する一方、体の修復をする際に優先になると言われている副交感神経が上昇しているんです。つまりですよ、ファスティングにより鈍っていた脳幹が活性化すると、睡眠中に自己治癒力がしっかりと機能し始めるということ、寝ている間に疲れが取れて体調不良が改善される、しっかりと体が休まるということなんですね。この調査は3日間のファスティングで行われたものですが、空腹の時間を作ることが脳の刺激になるという理論から考えると、1日1食でも同じような効果が得られると考えられます。食を減らすことで脳幹が活性化し、生命維持に関わるあらゆる機能が向上すれば、私たちは今以上に健康的になれるはずです。食を断つことで脳にどのような良い影響があるのかについて、ここでもう一点取り上げてみたいと思います。
胃に食べ物が入ってこなくなるとエネルギーを作り出す体の仕組みに変化が起こります。キーワードとなるのはケトン体という体内物質であります。さてこのケトン体とは一体何か、かいつまんで説明しましょう。私たちのエネルギー源となるものは実は2種類ある。それは炭水化物糖質と脂質でございます。私たちの体は食事で摂った炭水化物糖質を原料としてエネルギー源であるブドウ糖を作り出します。食事が入ってこない場合は筋肉を分解し、それでもまだ炭水化物が入ってこないと今度は体内に蓄積された脂肪を使ってエネルギーに変換するんです。この時に脂肪酸を分解して作られるのがケトン体なんです。糖質だけじゃなくてケトン体もエネルギー源になりうるということでございます。このケトン体には抗炎症作用、神経細胞におけるエネルギー産生を増やす作用、神経細胞死を抑制する作用があるということが分かっています。そのためケトン体が脳のエネルギー源として利用される場合はブドウ糖をエネルギー源としている時よりも脳の神経細胞が活性化し脳機能が高まることが期待できるんです。さらにケトン体自体が脳に良い影響をもたらすことも明らかになっております。ケトン体は脳組織において脳由来神経栄養因子、通称 BDNF という物質を増加させ、新たな神経細胞の成長を促進してくれます。またケトン体には抗炎症作用があり、脳の中で起こっている炎症を鎮めてくれます。これらの効果により認知機能や記憶、学習能力の向上、抗不安作用によるうつ病の予防、パーキンソン病などを含む神経変性疾患の予防などが期待できるんです。さて皆さんいかがでしょう。これはすごいことですよね。ケトン体、なんと優秀な物質なのでしょうか。ちなみにケトン体をエネルギー源としている状態の時はケトン体を作るために体脂肪が分解されますので、ダイエット効果も期待できます。ケトン体は心臓や骨格筋のエネルギー源としても使われておりますので、体を動かすための燃料としても役立つんです。いやーケトン体は万能すぎでございます。しかしですよ、1日3食食べている時の脳のエネルギー源は残念ながらケトン体ではなくほぼブドウ糖であります。そこで1日1食にすれば総エネルギー供給源におけるケトン体の割合は 5% 程度になります。ファスティングを行うと2日目には通常は血中にないケトン体が血中に見られるようになり、ファスティングを繰り返せば繰り返すほどその数値は高くなります。ケトン体の量が多いほど脂肪が燃焼されやすくなり、脳に良い影響がもたらされますから健康効果がアップするでしょう。とは言ってもいきなり数日間のファスティングはハードルが高いですから、まずは1日1食から実践してみてはいかがでしょうか。それでは2限の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、脳幹の機能が低下するとホメオスタシスのバランスが保たれず自己治癒力を発動することができないため健康を維持できなくなる。現代人は脳幹が弱ってしまっている人が増えている。ポイント2、弱ってしまった脳幹を活性化するためには生命の危機に瀕するような状況をあえて作り出すことが有効である。そしてそれに適した方法が1日1食小食ファスティングである。ポイント3、ファスティングで得られるメリット。1、特に睡眠中に自律神経が活性化する。2、多くの病気の背景にある交感神経の過剰興奮が収まる。3、体の修復時に高まる副交感神経の働きが活性化する。4、体内の脂肪酸が分解されケトン体が血中に増える。5、ケトン体がエネルギー源となることにより脳の神経細胞が活性化し脳機能が高まる。6、ケトン体自体が脳の中で起こっている炎症を鎮める。さてそれではラスト3限で1日1食をスタートするにはということを解説していきたいと思います。さてこの3限では本書に掲載されている1日1食までのプロセスをご紹介していきます。
実際にクリニックに来院する患者さんにファスティングの指導をされている沼田先生のアドバイスですから、初めてチャレンジをする方もそうでない方もぜひ参考にされるといいと思います。今まで1日3食食べていた方はステップ1から始め、もともと1日2食だった人はステップ1は飛ばしてステップ2からスタートしてみましょう。それでは各ステップを解説していきます。まずは1日1食をスタートするステップ1、朝食を抜くから解説していきます。午前中は固形物を食べず、口に入れるものはミネラルウォーターかカフェインの入っていない飲み物のみにします。頭痛や吐き気など副次的な作用が起こらないかどうか様子を見ながら行ってください。どうしても朝食抜きに耐えられない人向けに万能健康ジュースを朝ごはん代わりにするという方法があります。万能健康ジュースとはなんだよと思った人多いと思いますが、これに関しては後ほどご紹介します。もちろん我慢できるようであれば何も取らないに越したことはありません。それでは1日1食をスタートするステップ2、1日1食にするについて解説していきます。さてステップ2は1日1食にしてみましょう。朝食抜きに慣れて心身ともに余裕が出てきたら、まずは月に1日からでもいいですから1日1食を実行します。朝昼晩のどこで食べるかはそれぞれの生活スタイルに合わせて決めて OK です。日中に活動している一般的な生活スタイルの人は夕食だけ食べるというパターンがやりやすそうです。仕事が終わる時間が遅く夕食がいつも深夜になる人は昼食を食べて夕食と朝食を抜くというパターンでもいいかと思います。食事をとっていない時間帯は固形物をつまむのは避け、ミネラルウォーターかカフェインの入っていない飲み物だけで過ごしてください。どうしても耐えられなくなってしまった場合は万能健康ジュースなどの助けを借りるようにして、最終的に水だけで過ごせるようになれば OK です。それでは次、1日1食をスタートするステップ3に行きましょう。ステップ3は1日1食の日を徐々に増やしていくこと。最初は1ヶ月に1回1日1食を実践してみましょう。その後はその回数を2週間に1回1週間に1回と無理のない範囲で増やしていくんです。1日1食に慣れて毎日1食で過ごせるようになればもう完璧でございます。著者は現在1日1食が当たり前になっているそうです。慣れてしまえば自然と2食3食食べたいと思わなくなるので、本当に自分にできるだろうかと不安な方も心配しなくてもいいでしょう。ちなみに私もそうでした。慣れちゃうとね、別に本当に食べたいと思わなくなるんです。またやるからには毎日を1日1食にしなければいけないというわけでもありません。週に1回月に1回などと1日1食にする日を決めて定期的に行うだけでも十分健康効果は得られます。大切なのは1回きりでやめるのではなく継続して実践することです。ご自身に合った続けやすいスタイルを見つけてみてください。1日1食でもファスティングでも空腹の時間をきちんと作ることが目的ですから、食事を取らない時間帯はできる限り水だけで過ごすのが理想的です。しかし初めは慣れるまでが大変だよという人も多いでしょう。そんな時のお助けアイテムとして摂取しても悪影響のない万能健康ジュースをご紹介させていただきたいと思います。万能健康ジュースは光学博士で分子化学療法研究所代表の後藤氏により考案されたもので、自分で手軽に作れて空腹感を紛らわせたり便秘解消にも役立つ優れものでございます。作り方は野菜や果物をミキサーにかけるだけ。豊富に含まれる食物繊維により腹持ち効果があります。魔法瓶や密閉できるステンレス製の水筒などに入れると酸化しにくいですから、万能健康ジュースを朝作って職場などに持参すれば出先でお腹が空いた時に飲むことができます。朝食になれるまでのお助けアイテムとしてぜひ活用してみてください。それでは万能健康ジュース2杯分の作り方をサクッと解説しておきます。水は 250ml、 冬はお湯でも OK です。リンゴ 350g、 皮がついたまま芯だけ取り除いてください。人参 80g、 ビタミン C かっこアスコルビン酸の原末 1-2g、 クエン酸 1-2g、 オリゴ糖 35g、 エゴマ油かアマニ油小さじ1、にがり 1ml、 もしくは塩化マグネシウム水溶液 1ml、
以上の材料をすべてミキサーにかけて出来上がりでございます。ビタミン C とかクエン酸はドラッグストアで、にがりはスーパーで購入できます。そして好みで果物や葉物野菜を加えていただいても OK でございます。ちなみに本動画では割愛させていただきますが、万能健康ジュースを飲んでお腹がゴロゴロしてしまった場合はどうしたらいいのかなどといった補足情報がありますので、本書でしっかり確認していただけると安心してできます。本書には万能健康ジュース以外にボーンブロスとラブレクラウトという別の2つのお助けアイテムの作り方も載っておりますので、そちらも合わせてぜひチェックしてみてください。そして食事を抜いている間はいつも通り過ごしていただいて OK です。ですがより健康効果を高めたい人やダイエット効果を得たい人は、できれば血流を良くする運動を取り入れてみましょう。ジムに入ったり気合がいるほどの強度の高い運動である必要はありません。目安として冬でもうっすら汗をかく程度の軽めの有酸素運動で大丈夫です。1日20分くらいのウォーキングが適当です。散歩するようにただなんとなく歩くんじゃなくて早歩きで行いましょう。運動は空腹感を紛らわせますし、自律神経を整える脳内の神経伝達物質であるセロトニンを増やすことにも役立ちます。筋肉不足の方には特に行っていただきたいですが、3日に1回ぐらい筋トレを取り入れるとより良いでしょう。中でも太もも前面、お尻、お腹、背中など加齢に伴って萎縮しやすい筋肉に刺激が加わる筋トレがおすすめです。誰でも簡単に安全に行える効率の良い筋トレとして有名な次の2つを行うといいでしょう。1、腹筋や背筋など体幹の筋肉を鍛えるプランク。2、太ももの筋肉を鍛えるスロースクワット。やり方は本書をご確認いただくか、インターネットでいくらでも出てきますから、ぜひ興味のある方は調べてみてください。運動が苦手な人はまずは1日1食に慣れることをクリアしてからでいいですから、無理なく取り組まれると良いでしょう。食事、運動ときて最後にもう一つセットにしたい大切なことがあります。それは睡眠時間をしっかり確保すること。これは言うまでもなく健康でいるためには当然のことですよね。さて1日1食というのはダイエットにはもちろん脳の健康にとっても非常に良いということが分かっていただけたかと思います。あらゆる体の機能をコントロールする脳が健康であれば、自然と体全体も元気になっていくでしょう。そして食事を減らすと農薬、添加物、有害金属といった毒を口にする機会自体が少なくなるため、これまで毎日毒の分解に忙しかった体を休ませてあげることもできるんです。そろそろ1日1食にチャレンジしてみようかなと思ってきたのではないでしょうか。皆さんの健闘を祈っております。最後に一つだけ注意点を述べておきます。1日1食やファスティングを行う際に、今持病があるよという人は必ずかかりつけの医師に相談してから行うようにしてください。それでは3言の内容をまとめておきたいと思います。ポイント1、1日1食の実践において大切なのは、1回きりでやめるのではなく継続して実践すること。毎日できるようになれば最高だが、月に1回とか週に 2,3 回でも十分健康効果は得られるので、自分が続けやすいスタイルで取り組もう。ポイント2、食を減らすことは空腹の時間をきちんと作ることが目的なので、食事を取らない時間帯はできる限り水だけで過ごすのが良い。慣れるまでは万能健康ジュースに頼っても OK。 ポイント3、1日1食を行う上でより健康効果を高めたい方やダイエット効果を得たい方は、スクワット、プランクなど血流を良くする運動を取り入れよう。睡眠時間をしっかり確保することもお忘れなく。本日は以上になります。この動画が良かったよという人は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。また、本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れていただけるととても嬉しく思います。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。